平和一学習会の林です。アンナです。よろしくお願いします。じゃあ早速やっていきましょう。はい、今日は上智大学法学部地球環境法学科海外修学経験者入試2018年です。よろしくお願いします。次の A の文章は、ある原子力発電所に関する裁判の判決の一部の抜粋。B の文章は、日本のエネルギー政策に関わるある行政計画の一部の抜粋である。この2つの文章を読み、原子力発電所の稼働は是か非かについて、理由を付して論じなさい。是とする場合は A の文章に対し、非とする場合は B の文章に対し、それぞれどのように反論するべきかの論求しなさいという問題です。で、まあこれ多分法学部の地球環境法学科なんで、やっぱこう判例的なものが出るっていうのがあって、これは結構多分どこの法学部とかでも推薦とかでこう判例意見出してきて、それに関して反論できるかどうか、でこう論理的に反論できるかどうかっていうところがすごい大事 で法律的な文章の場合っていうのは基本的にはその法的三段論法っていうのをしっかりこう作っていくっていうのが非常に大事なんですよね。でその法的三段論法って何かっていうと、要は規範があって、それで具体例があって当てはめをするっていう基本的に三段論法に書いていくんですけども、まあ、規範ってのはルールですよね。その法律、ルール、規範があって、で、具体例が、具体例とはだからこう、どういう事例かって話ですよ。どういう事例かって話があって、で、その具体、ルールにその具体例を当てはめるんですよ。と、あ、こういう結論になりますよねっていうふうな話があるので、まあ、基本的にこう、法律上の文章、法律的な文章っていうのを書くときは、この法的三段論法、規範、具体例当てはめっていうのをしっかりこう意識して書いていくっていうことは非常に大事かなというふうに思います。で一応その私はまあその仙台出身で、結構原発再稼働っていうのは基本的に反対の立場なので、まあ反対ってことで、これはうちの院生の子が書いてくれたと思うんですけれども、反対っていう形で書かれています。でまあその実際だと判決文っていうのも何て言うんだろうな、まあ、日本の場合だとその判例主義っていうのがあって、判例っていうのは一つこう法律の代わりとして機能するんで、ここの文章ではその判例を一応規範として書いていって、で、まあ、実際チェルノブイリ原発事故とか、あるいは福島第一原子力発電所事故とかっていう具体例を入れて、で、まあ、だから問題ですよっていうふうなことを書いてるっていうふうな感じです。あとはまあその人の生命には何よりも価値があるとか、でそれは憲法上の権利である人格権からこう保障されている、これも規範ですよね。で、まあ、実際具体的な事例として原子力発電所があって、でこれを当てはめるとっていう形で、憲法上の人格権よりも、まあ、その経済活動の自由っていうのは会に属するとか、まあ、基本的に全部その、規範、具体例、当てはめっていう順番で、この課題に関しても書いていただいているっていう風な、そういった形です。で、まあ、この法的三段論法を使って書けるかどうかっていうのは、結構この点の特にその判例とかが出てきて、それに関して書くみたいな問題がすごく重要なので、この法的三段論法っていうのはすごく意識して、こういう法学部とか受ける人はぜひ書いていっていただければなと思いますので、何卒よろしくお願いします。動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。下の概要欄から LINE アットの方でお問い合わせいただけますので、ぜひお問い合わせください。無料相談、10日間無料体験、10日間無料添削も受けたまっております。ぜひお問い合わせいただければ幸いです。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。